このとこ入れてないのに。ちょっと走らなきゃ。ちょっと。どうする？ちょっと。俺最後にいくらだって。俺。私あそこで5000もらったよ。その後は？その後だって一人で配信してたから。ちょっと本当にないじゃん。本気でやばいな。リップ入ってないよね。もうやばいやばいやばいやば。ちょっとトムに行って向こうの部屋ないか。トムにちょっとみんな鳩飛ばして。ちょっとちょっとグミちゃんちょっとごめん走ってやばいわ。私も走るの。走って。私俺ちょっとわかんない場所。もう本当やだ。さっきもちょっともう一気にこれ部屋っちゃうわ。俺最後どこやったっけ？いやどこ本当知らないって。あの5000円もらったから。どこで？あのローソンの前。さっきの駐車場？だから駐車場か駐車場から帰ってくるとかあそこしかないよ。部屋は？部屋ない？あそこの部屋？ちょっと待ってトムコでしょ？トムコって今配信してんのかな？グミちゃん走ってアンチに取られるわ。グミちゃんごめん本当ごめん。足速い？トムコ出ない。どっち？どっち？走って。走ってるよ。お願い。グミちゃんごめんごめんごめん走って。近い？近いよ。どこ？まっすぐ行って。まっすぐ行って何？どこ？グミちゃん。どこ？これでなかったらどうする？みんな。これでなかったらどこやった？どこ？次あたり右ってどこ？どこ？どこ？あったわー。あぶねー。落ちてた。最悪。あぶねー。さっきお前って言ったやつ向かってても遅かったな。お前じゃねえ、みやみじゃねえ。面と向かって言えや。中身は多分。グミちゃん何やってるの？遅いよ。中大丈夫。あった。もう嬉しすぎて、1000円あげるわ。ありがとう、1000円。ありがとう、1000円もらって、ありがとう。なんか、なんか、なかったもんだと思ったら、1000円あげても全然。なんで1000円くれんの？いや、もしなくなってたとしたら、見つかって嬉しすぎるから。なんか買ってあげるよ、コンビニで。いや、いらない。好きなだけ買ってあげるよ。いらないって。あ、ホテル代いくらだっけ？いらないって。ホテル代は？え？だから、いらないって。ホテル代はって。あ、ホテル代ね。3000円。うん、だから、ホテル代3000円だから4000円だったから3000円。何でその3、ありがとう。嘘つくの。さっきホテル代4000円だったのに、今の1000円を含めて3000円とか言ってるし。危な、間一髪だね。
危ない、もう財布どうしないと。このままじゃなく、そうなの、一緒に行く、一緒に行く、アイス買ってあげるよ。いらない。エアータグってユーチューバーかよ。ごめんね、グミちゃん。あ、大丈夫。ないない。好きなだけ買ってあげる。いらない、いらない。あ、こう、あ、玄米茶だけ買って。これオレンジティー飲みな。いらない。玄米茶飲みな。生オレンジティー飲みな。無添加、体にいいから。いらない。じゃあ、持ってきな、明日。うん。うん。おにぎりは？いらない。ポテチは？ポテチは。アイスは？アイス食べな。アイス食べる？うん。アイス食べな。アイス飲み食べな。アイス飲みいらない。アイス飲みにしな。アイス飲みいらない。チョコモナカジャンボ半分こする？しない。ちょっと待って。あ、でもアイス飲みいらない。チョコモナカジャンボは？チョコモナカジャンボいらない。これは？これ食べやすい。あ、そっちの方がいい。これ手汚れないから。うん、ここにしな。じゃあそれにする。じゃあ俺は。チョコ系も食べたいからこれにしようかな。濃厚系に来るわ。パルムの濃厚系どうだ。タバコも買うわ。おにぎりは。タバコ持ってたっけ。痛い。ちょっと貸して。やだ。もうそれ嫌いとか言われるとやめるか。やっぱ俺も心があるんだな。これどうだ。これにしようか。これうまそうじゃん。これ2個買ってあげるわ。いらない食べな。いや、ほんといらない。だったらじゃあ捨てな。いや、捨てなじゃないでしょ。もったいない。これめっちゃ、これ高級なやつじゃん、これだって。買ってあげるよ。タバコね。タバコ何吸ってんの。勝手に頼んだるわ。すいません、グミちゃんのタバコを。あ、すいません、タバコ、グミちゃんのタバコください。すいません、あ、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。グミちゃんのタバコ。何番？605番。これ3つ。ありがとう。いいよ、まあ、グミちゃんも稼いでるからね。稼いでるでしょ。稼いでるでしょ。月100万ぐらい稼いでる。稼いでる。稼いでる。稼いでますからね。稼いでないですよ。100万。あ、袋ください。はい。いや、宮部くん、もう、俺が悪かったね。俺が悪かったよね、グミちゃん。ごめんね、うん、ごめん。いや、ゼロワンかっこよかったよ。え、かっこよかったよ。配信外でも戦っててかっこよかったよ。なことない。やっぱね、配信負けず嫌いだからさ。でも大事じゃんな、負けず嫌い。負けたくないじゃん。深夜、お車でお越しの際は車のエンジンをお送りくださいますよう。グミちゃん好きな人ナイスください。宮部くんもいいとこもいっぱいあるんだよ。宮部さんもいい人で優しかった。みんなで行きたいな。でもね、もう一つ爆弾落としていい？グミちゃん。何？あのグミちゃんが最後に食べようとしたカキフライあるじゃん。ありました。そこにね、あの民材入れようとしてたよ。誰が。ミヤビッツ。クソジジアのベアル、何やってんだよ。俺この前飲まされてうんこ漏らしちゃったんだよ。え、ひどくない。だから本当気をつけた方がいいよ。気をつける。分かった。うん、気をつけるの。なんかお酒飲んでる時に、うん、それやると、うん、なんかおかしくなっちゃうんでぶっ飛んじゃうんだよ、うん、俺もう記憶ぶっ飛んでたの、うん、
で記憶ぶっ飛んでる時に、うん、もう意識ない時にもう口にバク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 、うん、イカを丸一匹食べたらしいんだよ、うん、それで俺もうんこ漏らしちゃったんだよ、うん、そうなの？だから多分よっぽど食べたんだろうね。食べたんだろうね。私あの時だから気をつけた方がいいよ。分かったよ。じゃあそれ一緒に行こう。ん？一緒に行こう。うん。俺はちょっと危ないから。危なかった。私だって危ないじゃん。私だからうんこ漏らしたのもすごいバカにされたからね。あのサイレースっていうめちゃくちゃ一番麻酔とかに使うレベルのやつ、うん、だって普通に考えてうんこなんか漏らさないでしょ。そうだね。だからなんでうんこ漏らしたのかなと思ったよ。ラジオに。あ、そうっすね。なんでうんこ漏らしたのかなとは思ったよ。あ、そうだ、ね、だもう本当意識ぶっ飛んで、うん、もうそのうんこを漏らした時にもう意識がはっきりした感じ。うわやっちゃったと思って。あ、トモコだ。ねえねトモコ、あ、すいませんでした。配信してた？ごめんね。あ、じゃあ、うん、大丈夫。狸枠できないヘタレって配信者って通常枠できないんだよ。コメントないからみんなそう思わない？通常枠を逆にできないんだよ。俺はねやっぱタヌキ枠好きなんだけど、キツネ枠もなんで楽しいかって言ったらコメントが流れるから、滝のように。だってさ俺の枠って閲覧とコメントの流れがねおかしいじゃん。もうちょっと流れてもいいと思うじゃん。うん、もうちょっとねコメントあってもいいかなぐらいの流れじゃん。1000人いても緩やかじゃん。はい、わかりました。みんながたくさんしてくれるからね、はい、ありがたいけどさ。ピーしなくてもね、ピーしなくてもね、お礼言わなきゃって。グミちゃんにリスナーさんに、お財布はもうなくさないようにしないと。財布あった。ファイレス強いやつじゃないの？皆さんありがとうございます。グミちゃんもね、朝ごはんもついてる。ほんと一緒に食べようじゃ。ほんと嫌がるよね。とりあえず断っときみたいになってない？そう、とりあえずね、とりあえずね。嫌いなのグミちゃん？あ、大好きだよ。ほんと？うん。じゃああ、そうだ、配信で言うと断られるから、うん、配信外でこっそり誘うわ。断るよそれでも。うん、まあそれではいいと思う。でもグミちゃんって女を捨ててるじゃん。うん、でもたまにはやっぱね、女に女もやらないとダメじゃん。どうなの？部屋でアイス食べる？戻る？あ、ここ？とりあえず置いていつも。うん、鍵とかあったの？私置いてないの。俺も知らないよ。あ、俺持ってたわ。あ、捨ててないな、ごめんごめん。まあ確かにね、お化粧とかしてるしね。はい、お待たせしました。みんなさ、俺が財布なくした瞬間が一番盛り上がるって、やっぱ人の不幸は蜜の味なんだろうね。あ、こんなに買ってくれたんだ。ありがとうございます。でも人の不幸はやっぱミスの味だよね。そこでやっぱ面白がれないと疲れちゃうからね、みんなも。じゃあ、ありがとう、ごちそうさまでした。ありがとうね、ちゃん。またね、はい、またね。じゃあね、何かあったら連絡ください。うん、じゃあね、おやすみなさい。やっぱグミちゃんって伊達に人気ないよな。うん、気が利くし、
かりと好感度上げて、まあ人がいいからだろうね。グミちゃんが一番上手なんじゃない、配信者として、グミちゃんが一番賢いんじゃない。